インターホンつきました。今こんな感じです。これが石膏ボードで、でそこに見えてるのが遮音シート、遮音シートというもので、これがまあ全面にバーッと貼られて、でさらにまだ、吸音材かな、あの防音のものが来て、その上にさらにまた石膏ボードが来ます。これは防音のためなんですが、はい、石膏ボードが何重にも貼られます。天井もそうです。はい、まだちょっと途中です。大工さん頑張ってくれてます。でここのこの枠、これね、手作りなんですよ、大工さんたちの。あのここに合うように引き戸を作ってくれて、ぴったりサイズのものを、はい、作ってくれます。で買うと高いので、もともとここのテナントについてた扉を再利用して、こうですね、こういうものを再利用して、これを引き戸に変えて、手作りのこのレールにはめて使います。でここは引き戸で、こっちが鉄製の、防音扉が来ます。ここも遮音シートがバーッと貼られてて、でまた、防音性の高い、シートを貼って、で石膏ボードをまた貼って、でからクロスですね、壁紙貼って、床も同様にやります。天井もですね、これまだ途中です。ということで、もう壁、床、天井ともに大掛かりになってますが、ここも、もともとあった窓の内側に、もう一枚壁を作って、ここに窓をはめます。この窓枠とかも全部ね、手作りなんですよ。すごいですね。でこういう天井にこの梁ですねがあることで、ちょっとここを迂回しないといけないとか、いろいろそういうところは割と大変だったらしいです。ちなみに天井もこれ今張っちゃって見えないですが、この上にね30センチかな、あのグラスウールがびっちり、詰め込まれてます。上の階の人に迷惑かからないように、天井裏もしっかり防音してます。はい、あれがエアコン先行配管の、まあ、準備した後ですね。これはエアコン用のコンセントですね。あそこはあのここの部屋窓がないので、換気扇です。防音の換気扇でここにはめるんですが、換気扇をパコって、この壁の裏側に、久米田工房さんの、まあ、あの考えたお手製の、防音チャンバーやったかなとかいうものがこの壁の内側に、埋め込まれてます。まあ、普通に防音性の換気扇をつけるんですが、それだけでも十分、効果はあるんですが、やっぱり壁に穴を開けるっていうのは、せっかく防音したのに音漏れの心配がちょっと出ちゃうので、そこ念には念をということで、久米田工房さんではあの防音の専門なんで、防音チャンバーというものを作って壁の内側にはめ込んで、より、音が漏れないように作ってくれてますね。ちょっとお見せできないんですが、そういうふうに作ってくれました。ここももうすでにちょっと暗いですが、換気扇の防音チャンバーが埋め込まれてます。あとはここに流し台、手洗いっていうか流し台が来るんですが、僕コーヒー好きなんでコーヒーちょっと飲みたいんですが、あのこのサイズに合う流し台っていうのがねないんですよね。微妙に狭いんで、
だから久米田さんがね手作りで作ってくれるそうです。すごいですね、何でも作れるっていうのが。はい、という感じです。トイレの扉も厚いですね。これですよ、この厚みですよ。はい、今こんな感じです。あと10日ぐらいで完成の予定です。楽しみにしてます。